IPhone 12 Pro Max 写真を撮っっててきまましたお世話になっておりますです昨日ですよ昨日ちょうどこの iPhone12ProMax 購入してきました。 でやっぱりね、まずは写真だろうということで、えー、今日ですね、いろいろと,、えー、と撮影をしてきました。まあ、ちょっとね、あの昨日の今日で時間が限られているので、えー、完璧なレビューというわけではなくてですね、パパパッとスナップショットを撮ってきて、その、えー、感想というかですね、まあ、第一印象みたいなものをお伝えするという趣旨の動画です。ファーストインプレッションというやつですね。ですから今回はすべてこの iPhone の標準アプリで、標準のカメラアプリで撮影をしてきました。 で、一個だけこのね、標準カメラアプリに入っている、えー、モノクロというですね、フィルターを使っていますが、それ以外はですね、えー、フィルターは一切使っていません。ちょっとね、スライダーを使って明るくしたり暗くしたりとか、タップしてピント合わせたりはしていますが、それ以外はね、本当に何もしていないという写真です。えー、JPEG の取っ手出しの状態で、えー、Mac に取り込んでからも編集も一切していない状態で、えー、皆さんにご覧いただきます。 ただですね、えー、動画に取り込んだ状態、えー、そしてですね、書き出したりとか、YouTube にアップロードする段階で、画質は当然変わってしまいます。えー、iPhone で撮ったそのままのほど綺麗なデータではないと、多少劣化したデータではあるというところではあるんですが、えー、4K の画質で見ていただければですね、かなりあの実際に撮ったあの、撮ったままのデータをですね、見ているのに近い状態でご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。 じゃあ見ていきましょうか。これが、えー、一番ワイドなレンズで日中に撮影をしたものです。軽い逆光ですけどね、それほど黒つぶれすることなく、シャドウの部分の色とかもきれいに出ていると思います。赤い色なんかもね、あの極端に出すぎてなくて、この辺の何ていうのかな、ちょっと抑え気味のトーンは iPhone いいなと、私好きだなというところですね。で、えー、これが えー、一番標準の,、えー、ズ,あのズームというかノーマルの、えー、っとレンズで撮ったものですね、うん、もうこの辺ももうね安定の iPhone というところでしょうかねあの日中であれば暗証のノイズもなくというところですあのちょっと葉っぱの,あのシャープネスの感じとかが、まあ、スマホの写真だなという感じはしますけどまあきですよねでこれが一番寄ったところですねうんこれもいいですね 本当なんか安定の画質とというところですちなみに、えー、と私買ったのは iPhone12 の、えー、ProMax なんですけど、えー、他の例えば、えー、12Pro とかであってもですねそこまで画質は変わらないというのが、ねえーまあ、いろんなレビューアーさんのですね評価みたいですねなので、えー、これ ProMax を見てますけども、えー、12Pro とかを買った方でも、えー、とほぼほぼ同じような画質になるんじゃないかなと手振り補正だけ若干違うかもしれないですけどね というのも、えっと、プロマックスだけあのセンサーシフト式のテーブル補正が入ってるんでそこはプロマックスがちょっと強いかもしれないですがあの何ていうか全体的な明るい場所で撮った時の画質なんかは極端に変わらないという感じだとは思いますでえっと次がですね、えー、これは何ていうのかな風景ですね五重のの塔とかと撮ったんですけどこれ逆光気味で撮ったからなのか分、えー、かんないんですがちょっとなんかね 赤の出方がね、ね。急にに極端になるんですよ、ね、これはねなんかあのちょっと驚きであの何て言うのか一貫性がないなというところではありますよねあのなんかあのアンドロイドのパキパキにあのダイナミックレンジ補正してくるようなあの何て言うのかな色 をね強く出してくるようなカメラで撮ったような感じであんま iPhone っぽくないなと思いますけどまあこういうパキッとしたねなんか、まあ、まあ悪く言えばどぎついよく言えばパキッとした感じ好きな人はいるかなという感じですねちっと私の好みじゃないかなっていうところではありますねあ戻っちゃった、ね、えっとでこれはえっと千バズルとかですねえー、色に関してはですねあこれ色の,色のところを見ていただきたいんですけど 色に関してはもうねあのどっかの色が沈んだりとか変に出たりとかあっていうこともなくですねもうこの辺りはもう安定のという感じですね次、えー、これ、えー、50の塔を撮ってますあのワイドレンズで撮るとねこういう絵はね面白いですよねもうなんかガッとまあちょっとあの何て言うのかな極端っちゃ極端ですけどねでよく見ていただくとこの50の塔の下に受付の人がいるっていうあのやっぱワイドだから撮れる その場所のストーリーというか雰囲気というかちょっとした面白さみたいな五重塔の下に人いるんだみたいなのがえまとめて取れる一気に撮れるというのがワイドなのではの面白さかなというふうに思いますね。でそれが標準のレンズになるとまあこうなってしまうわけですから受付の人たちは映らないと。でえっとこれ思いっきりズームにした状態ですねえ最大ズーム何倍だっけこれはえっと光学だけじゃなくて デジタルズームも含めてです。なので、12倍ですね。えー、も、えー、までやった時の、えー、見え方ですね。まあ、あの、かなり、あの、無理やり、ズームしてるので、まあ,あ、荒れてはいますけども、その割には綺麗かなというところであるかもしれないですね。まあ、実用的かって言われたら分かんないですけどね。まあまあ、どうしても何かっていう時は、あの、いいんじゃないでしょうかね。まあまあ、いいっていうか、まあ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 、こういうこともできますという感じです。 でねこれは、えっと、ワイドのレンズで木が2本立ってる隙間にグーッとね iPhone を押し入れてもちろん木に押し付けてはいないですよギュッと合間に iPhone 差し込んで灯籠を取ったというところですねこれはねあのやっぱ横が近くにあるものがきっちり打つうのは、ね、ワイドレンズならではの良さですしあの空が明るく後ろのね空が明るくても、まあ、比較的綺麗に出るとあの黒い灯籠なんかのシャドウが潰れないっていうところはですね iPhone の HDR 補正の良さかなと。 まあねちょっとあのデジタルシャープニングとか HDR の感じが強く出てるっちゃ強く出てるんですがまあまあまあ,あのこういうなんていうのかなこういう感じの写真っていうのは結構 iPhone ならでは感の,あの個性かなというふうに思いますね。私で次がえっとまあちょっと木の間から五の塔を撮るみたいな感じでなんですけどこれやっぱ暗い。 シャドウの部分が多かったせいか、HDR 補正がなんかちょっと変な感じに入っちゃってるなという感じですね。さっきの灯籠、まあの,のやつなんかはまあ比較的良かったんですけど、これはまあちょっと補正がまあうまくいかなかったパターンかなというふうに思いますね。で、これは雲ですね。まあ、えー、背景をぼけますよと。これはあのポートレートモードじゃないですけど、背景ボケますよと。絞り2.2。 で撮ってるのでこんな感じとあちなみにこれもね全部オートでやってるので、ね、私がマニュアルで絞、えー、りとかを設定したというわけではないですねでえっとこちらがねなんか石の灯籠みたいなのを取ったんですけど一番ワイドにすると相当ですね手ぶれ耐性が強くなるんですねで面白いなと思ってあえてぐるっと iPhone を回しながら撮っていましたなのでその影響でちょっとあの何ですか周りの部分がねぐにゃんとしていて灯籠の先っぽの方、まあ、が画面の あの構図の真ん中に近いところにはあのきっちりフォーカスがあっていてブレてないんだけど周りがちょっとガッとなってるんかちょっとあのオールドレンズで撮ったような感じにしたようなあえてまあ、ね、こうなんですかね動きをつけて変わった感じで撮ってみたという写真ですでこれがえっと白黒ですね標準のカメラアップリにある白黒ですねこれいいっすよねなんかあの落ち着いた感じになって 何な,なんだろう何、うん、と表現したいんだよなんかまあこのスマホ独特のシャープに出る感じがあの結構白黒と相性いいんじゃないかなみたいなカラーでパキパキになるとあなんかいかにもスマホだみたいな感じなんだけど白黒だとはここのなんかあのパキッと出る感じって味だよなみたいな白黒のねこのコントラストの写真ってかっこいいですからね。ここでちょっと PR タイムこのセグメントはアートリストの提供でお送りしています。 アートイストというのは YouTube、Podcast、Twitter、TikTok、Instagram、何でもですね、あらゆるソーシャルメディアや、もちろんテレビとか、えー、ラジオもカバーするというですね、包括的な、えー、ライセンス契約で BGM、音楽をダウンロードできるサイトです。私もこのチャンネルの動画を作るときに活用しています。とってもいいサービスなので、映像クリエイターの方はぜひチェックしてみてください。詳細はこの動画の下の概要欄にあるリンクをチェックしてみてください。それでは動画本編に戻ります。でこれは、あの、よくお寺さんにある、あの、なんていうんですか 水が出てるところと、まあ、後ろをちょっと背景ぼかしてると。これ、ポートレートモードじゃなくて、えー、撮ってます。これ、ズーム側のレンズだったというふうに思いますね。まあ、で、これも、えー、まあ、ちょっと試し撮りという感じですね。縦位置で撮ってますね。これなんか暗いところと明るいところが混在しているのに、綺麗に撮れていて、iPhone の性能の高さ感じられる一枚かなというふうに思いますね。空のグラデーションなんかも綺麗ですしね。白黒ですね。やっぱね、もう白黒好きかもしれない。私が好きなだけいかがでしょうかこういうなんか、 なんかこうグッとくるもんがないですかね白黒ねあの特に iPhone はねその白黒専用のセンサーを積んでるとかそういうわけではないんですがねアンドロイドスマホ確かファイアの機種とかそんなのあったと思うんですけど私この感じ好きですね白黒 iPhone 白黒写真いいなとでこれあのー、夜間撮影モードなんですけどこれ私びっくりしましたねあのマジでっていう感じですけ飛行機写ってるんですよこれはすごいっすよね 何て言うんですか川に映ってるこの夕焼けのグラデーションとかも夕焼けそのものも綺麗に映ってるし川に映ってる夕焼けのグ,レグラデーションまで表現できているというこれは iPhone すげえと ProMax すげえと思った1枚ですねこれ結構気に入ってますで飛行機飛んでっちゃってますけどちょっとワイドよりに撮るとこんな感じという1枚ですねあの暗証のノイズもね綺麗に消してくれていていいですよね でまあ、ちょっと気になるのは iPhone やっぱね、えーと、レンズに入った光がね、レンズに反射しちゃってるんだと思うんですけど、あの出ちゃうんですね。ここの画面の何て言うんですか、真ん中ちょっと左上寄りぐらいのところにある、これがね、それなんですけどここはちょっと暗い時の撮影とかでは気になるとこで、ちょっと iPhone の弱点だなと思うとこではありますね。でこれと、一番ワイドかなのやつでと夜撮ってます。橋ですね。 まあちょっとディテール甘くなっちゃいますけど、まあ、しょうがないかな。まあ、こんなもんかな。スマホ出しという感じですかね。で、えっと、まあ、ここも、その、レンズの反射が出ちゃうっていうところは、ちょっと夜間撮影は、えっと、まあ、まあ、あんま良くないなというところですね。これ、ズームですね。ズームにするとも結構やっぱきついですね。この、これがね、レンズの反射がね。で、これ、デジタルズーム。まあま、あ夜間にデジタルズームしちゃうとね、さすがにこんな感じというところでしょうか。で、えっと、ポートレートモード。ポートレートモード、本当はね、人撮りたかったんですけど、 ちょょっっとと自分ししかかいいななたんでえとしょうがないとで例えばねあのスタバの,あのコーヒーアイスコーヒーに入ってるストローがボケずに取れるみたいなやってる人がいたんであそうかとああ優秀だなと思ってじゃあ綱ちだったらどうなるのというので取ってみましたでえと先っぽ以外はえ何かあるというふうに認識したみたいですね画像を認識してるんじゃなくてえ別のねあのセンサーで位置を測って手前にあるものをにピント合わせて後ろをボケさせるっていうあの新しい。 iPhone12 からの、ね、新しい機能なんですけどそれを使うと爪楊枝ですら、えっと、先っぽ以外はボケずに映ったとでも爪楊枝の先っぽはねさすがに限界だったみたいですねというところが分かり一枚ですでまああと最後ポートレートモードで、えっと、自撮りだけしておきましたこんな感じですねこれはあの肌の感じとかもナチュラルに出ていてですねあの画質としては綺麗だなと思って被写体が綺麗かどうかって話は別ですよまあしょうがないモデルがいないからちなみにこれはあれですあの 頬をですね、吸って顔を細く見せるっていうテクニックですからね。まあそれはさあったわけですよ。えー、こんな感じが、えっと、今回、えー、撮影してきた、えー、写真です。というわけで、まあ、私長らくですね iPhone で写真を撮ってきてますけども歴代の iPhone と比べたら、えー、iPhone12 シリーズ一番いいというのはですね間違いないですね。えー、写真ベストの、えー、とカメラを持ってる iPhone であるということは間違いないですね。でもちょっと他のね、えー、Android と比べてみるとどうかっていうのはその。 並べて比較したことはないんですけどファーウェイの春モデルとかも撮ってみた記憶から言うと、まあ、全然 iPhone、えー、強いですとあのぶっちぎりで勝ってるってわけじゃないけど負けてるっていうことはないだろうなとあの高額ズームとかだとね Android 強烈なやつがあって10倍の高額かなとかもあるので、まあ、それに比べるとって話はあるんですけどまあまあ強いですよそんな感じでまあえっ、ー、とファーストインプレッションなのでザザッと駆け足でね、まあ、撮ってきたものを一緒にバッと眺めたという感じではありますがですね、まあ、あとはえっ、ー、と動画のチェックとかもねえー、とおっとライトが消えた後ろのやつが消えました あとね動画のチェックとかも追ってしていきたいなと思っているのと、えー、あれですねカメラアプリとかもあの今回は全部標準で撮ってるんですけどなんか面白いカメラアプリとかも使って撮っていきたいなとか思ってますので、えー、とどんなの見たいかですねあのコメント欄で教えていただければと思いますそして、えー、とそんな感じの動画もですね上げていく予定なので是非ですね、えー、チャンネル登録をしてベロアイコンをタップして通知をオンにしてですね待っていていてただければと思いますそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうバイ